ここが寮の中では一番広くてマシな部屋だと聞いた。だからここはティトス様の部屋だ。わかりましたから、見てください。ああいう風にティトスの取り巻きが横暴なのよ。取り巻き？ティトス以外の12期生の2人がすっかり手下になってて。おい、あのボンボンこっち来るぞ。ボンボン？アレキウスって霊夢の元老院を牛耳ってるものすげえ名家なんだよ。見ろ、誰も逆らいやしねえ。奴が霊夢の支配階級だからだ。気に食わねえ。そっか、スフィントス君はものすごい没落貴族の跡取り息子だって言ってたもんね。うるさいよ。アラジン、君を僕の友人にしてあげよう。僕の他にも優秀な魔導士が一人いるとは聞いていたよ。他の生徒は全く見どころがないけれどもね。僕と君は特別だ。仲良くしようじゃないか。そんな奴の手を取らないでくれよ、アラジン。おお、素晴らしい。今年の双璧が友情を築く瞬間だ。そう、それでいい。やっぱりなかったや。ごめんよ、お兄さんって声が高いし、なんだかお尻も大きいから、てっきりお姉さんだと思ったけれど、もしや男の人なのかい？悪いよ、アラジン君。ケツがでかいってよ。ティトス様、決してそのようなことはございません。あの者、アレキウス家のご子息に何を。殺す、この下劣なガキめ、恥を知れ。ケツデカ、ケツデカ。殺すよ。アラジンとティトスか、二人ともいい子だな。そうですね。では明日殺し合わせてみましょうか、魔法の実践で。恥を知れ、この僕を侮辱した罪をあがなわせてやる。ルフがざわめいたからなんだか気になっていたけれど。アラジン、あんなケツのでかいボンボン。なんだか面倒くさいお兄さんだな。